ただの JK です。まずはちょっと駿府公園までサイクリングしていきます。じゃあ行きましょう。さらにメインのファイヤーショーご覧ください。ちょっとせっかくなんでこちら数を増やします。じゃあどうしようかな。今日せっかくこんなにお節目でいつもより危ないスタートで第一印象から決めてました。すごい、お兄さん本番スタート危なくちゃいけ、ちょっと立ち上がってもらっていいですか。お兄さんに大きな拍手お願いします。すごい、お兄さん自ら進んでお手伝いありがとうございます。あの本番そっちにも気がつきます。今ついた一本僕めがけて投げてください。取った瞬間に始まります。急に笑顔がなくなりました。お兄さん戦いますか。本当これ危ないんでこっちが火がつくんでお願いがあります。回転をかけないでください。こっちが上でノースピンで、このままこんな感じ絶対下投げですよ。じゃあノースピンでこの辺に手目指してお願いします。できそうですか。謎の地震が怖いんで一回リアクションします。人に向かって火を投げたことはありますか。ないでしょ。逆に安心しました。じゃあちょっと一回その距離で練習させてください。3、2、1の合図に合わせて僕の左手めがけてお願いします。いきます。3、2、1、どうぞ。すいません、手が燃えます。一番大事、ちょっともう一回だけいきますよ。このまま3、2、1、どうぞ。ちょっとこっちを説明します。このテープの辺を持ってください。ここ90度、ここマックス、手首と肘固定で大丈夫です。下げて前に来たら手を離せば誰でも綺麗に飛ぶんで大事。高さは完璧でした。こう見えてお兄さんセンスあります。うまくぐるぐる回れて、お兄さんうまいです。なんか野球とかやってましたよね。それでだと思いました。じゃあ行きたいと思います。お兄さんもうパッと始まりますので着火したいと思います。すいません、お兄さん本日めちゃくちゃ燃えやすそうな化学繊維の服を着てるんで、ちょっと一歩前に出てちょっと袖をめくりましょう。火がついたらすぐに上に上げて待っててください。下げてると何が起こるか分かりますか。自分がだんだんと燃えていきますね。ちょっとついたらすぐ上に上げる、一緒バシッとお願いします。バシッとご覧ください。自由の女神です。じゃあ行きましょう。お兄さん火をつけるとさらに緊張すると思います。たまにいます。いきなり本番上に変わる人絶対やめてください。万が一上から来たらよくご覧ください。僕2本持ってます。倍返しですから平和に行きましょう。じゃあ行きましょう。お兄さんと2人で、まあ、あとね今日こっちも人いるから、あの届く早く、僕プロだから何とかします。一番やっちゃいけないの、通り越さないようにお願いします。安心してください。僕はプロですから。僕はプロですから。僕はもし何かあったら裁判はそっちでやってください。じゃあちょっと人が多くて危ないね。ちょっとそっちの角からこっちにかけて投げてください。そしたらあの辺しか危なくない。じゃあ行きたいと思います。かっこいい熱い曲に乗せてファイヤーショー見てください。ミュージックスタート。行きます。この辺で未来がある子供がいるのでちょっと避けましょう。この辺でいきます。3、2、1、どうぞ。お兄さんに何か拍手を今強かったと思わない。じゃあ僕は思います。まずはダイモンズが2回転します。まあ、その大手の指導全員でいましょう。2本同時で、そうです、そうです。さらに冷静に技を入れました。足の下、右足、さらに連続、あの足が振るのから早く盛り上がってください。さらにもっと難しい足の下、一瞬です。駆け足で背中の後ろ、ちょっと逆光だけでいけるから、背中の後ろから3本連続技。この技で去年あるパフォーマーが後頭部の髪の毛燃やしました。本人です。でも頑張ります。ちょっとこっちを盛り上げていきます。あっちから上がります。わーすごい反応が、中途半端なこっちがいます。ありがとうございます。
と王は今ちょっと彼の話してください。盛り上がってきたんで彼の分かります。以上です。そろそろ番組で失敗したら引っ越しちゃうんで本当に早めにお願いします。うわ怖い、冷たい、熱い。じゃあ行きましょう。ラストスパートあごおこすけさん、じゃあしつこくあごておきました。皆さんが盛り上がってくるのであればなんともう一本です。シュ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 パッもう一回出します。なんとこちらもう一本です。2人で勝手にテレビ入ってからもっと盛り上がって僕ももうちょっとね、皆さんも OK 拍手大成功でなんと5本です。生大丈夫いきますよ。さよならいきますよ。マイクできないで、ね、回ったらすぐ拍手、すぐシャッターですぐインスタにアップ。 TikTok はやめてください。中高生のコメントは怖いんで絶対あいつは俺打ちか。いきます。じゃあこのバースはもう最後のやつはこの2つで終わりでいきますよ。いやーいけるかな。調子いいね。一回にできた時にしかやらないお化けの技見てください。日本で二人くらいしかできない技です。もう一人しかできません。ごめん、燃料が切れてます。皆さん大事なのは皆さんのついてると思う想像力です。うちの師匠に言われました。難しい技はわざと2回失敗した方が盛り上がるって。師匠はいません。よーし、ちょっと行きましょう。失敗多かったんで体を張りましょう。本当にね、夜もっとやりたくない道具があるんです。これこれ。いやー、思った以上に照明がこの暗いんで大丈夫かな。あの年間通してね、僕もこれね3回ぐらいしかやりません。こういう大きいイベントの時だけやってます。これ日本人で僕しかやってない。それぐらいね、めちゃくちゃ危険な技です。あの形と重さの違うものを投げます。その難しさも分かってください。今からエンジンをかけて歯を回してジャグリングいきたいと思います。あの単体でこれ4キロ重さがあります。それを片手で空中で投げます。ちょっと4キロって言われてもね、あんまピンと来ないと思いますんで、なんでしょうか。お兄さんこれちょっと持ってみてください。すごい分かりづらいリアクション不合格です。じゃあ行きます。両手で持たないでしょ。行きます。ありがとうございます。参ります。これ片手で投げますんで、いや、ちょっと今日伝わるかな。行きます。ちょっとこれ歯が回ってんのはね、あの分かってほしい。これ海外でやってる人何人かいるんですが、実はその奥が歯ついてない、あのあれ音だけです。でも今日この距離大道芸です。バレます。いきます。なんとなくですね、チェーンついて歯がついてるの分かったら拍手ください。本当にこれね、重たいんで難しいです。だいたい外人のマッチの頭のおかしい人がやる芸です。いきます。よく